眼科医の平松です。今日は緑内障の原因についてお話しようと思います。あなたの緑内障の原因って何でしょうか？いや、わかんないよって思うと思うんです。実際に緑内障の原因はこれ一つですっていうのが分かってるわけじゃないんですけど、よく勘違いされてるのは眼圧が原因で、まあ、緑内障っていうのは全て悪いんだって思われてるかもしれないけど、眼圧っていうのは途中の経過でしかないんですよ。で、ね、医者としてもなんかすごい眼圧って言っちゃうから、眼圧が全て原因だと思われがちですけど、実はそうでもないんですよね。だからそこら辺についてお話しして、まあ、じゃあどうすればいいのかっていうことについて知っていただければと思うんで、まあ、最後まで聞いていただければと思います。じゃあ、緑内障において眼圧っていうのはどういう位置づけなの？そもそも緑内障ってどういう病気だっけ？ね、もう一回整理してお話していきます。緑内障とは、まあ、定義上ですよ。定義上っていうのは、まあ、眼圧を一つの原因として、視神経がダメージを受け、目の神経ね。で、視野、見える範囲が欠けてしまう病気。これを緑内障って言います。ってことなんです。で、分かってんのは、最終の悪いことは視野が欠けることです。ね。じゃあ、視野が欠けるのはなんでなんですかっていうと、そこの神経がダメージを受けてしまうからなんです。じゃあ、なんでダメージを受けてるんですか？こっから先が問題なんですよ。で、その原因もともとが眼圧ってわけではない。もちろんね、一部ね、眼圧が50になってるとか60になってるとか、まあそういう人は話別ですよ。そうじゃなくて、まあ一般的な緑内障っていうのは眼圧が18だったりとか、まあ場合によっては21だったりとか、まあ、そんな感じの圧力なんです。眼圧とはよく眼科で顎乗せて空気ブシュって出てくるあの検査。眼球に空気を当てて、どのぐらい眼球が凹むかっていうのを見ている検査なんですけど、それで圧力が高ければ、まあ、それだけ眼球自体も硬い、いろんなところにダメージを受けてる。眼球が柔らかいということは、まあ、いろんなところのダメージが少ないというふうに言えるので、まあ、眼圧が低いとダメージを受けにくいねっていう表現をしてるんですが、じゃあそれって、ただの全体の圧力だけを言ってるじゃないですか。なんでそんなに眼圧って言い出したのっていうと、元々は緑内障というのは眼圧がすごく高くて、さっき言った50、60で見えなくなっちゃう人を緑内障と言ってたんですよ。それが、まあ、いろいろ調べてみると、正常の眼圧の人でもダメージ受けるねとか分かってきたんで、ちょっと話ややこしくわけわかんなくなっちゃったんですけど、眼圧は今の一般的な緑内障にとってみると、その途中経過の一つでしかないんですよね。例えばそうですね、血流が悪くて、その鬱滞、流れが悪くて、それによって圧力がちょっと高めになって、眼圧が高くなって、神経がダメージを受ける。これ原因は血流の方の問題じゃないですか。ね。はたまた前方、目の玉の中の水の流れが悪い。となると、よどんできて、圧力が上がる。そして、神経がダメージを受ける。ってことは、眼圧が問題なんじゃなくて、その前のよどみの方が問題になってくるわけですよね。一方で正常な眼圧だけどダメージ受ける、これどういうことっていうと、神経自体が弱いから圧力自体はまあそんなでもないんだけれども、神経が弱くてちょっとした圧力でもすごいダメージを受けて神経が悪くなって視野が欠けちゃう。これは原因は眼圧じゃないですよね。つまり神経が弱いことが原因の方になってくるわけです。はたまた神経自体は、まあ、すごく悪いわけじゃないんだけれども、まあ、神経の、なんていうかな、細胞の死に方がちょっとスピードが速くて、まあ、それによって、まあ、どんどん視野が欠けちゃうとか、まあ、いろんな原因があって、それを、まあ、一緒くたにしちゃってるわけなんですよ。で、考え方としては、一人の人にいくつかの原因があるパターンもあります。例えば、圧力、眼圧自体も確かに正常よりも高くて、血の巡り自体も悪くてっていう風に、2個3個原因持ってる人もいれば、1個だけの原因で眼圧じゃない。血流がすごい悪いんです。で、結果として眼圧が上がってくる人とか、血流がすごい悪いんです。で、眼圧は上がんないんだけども、代わりに神経がダメージ受けやすくなって、視野が欠けちゃうんですとか、そういう風にして、こういうことを言い出すと、パターン多いですよね。いくつあんの？意味わかんないんだけど。って思いますよね。それで医者も一緒なんですよ。だから結果として医者は、まあなんかごちゃごちゃ言わずに、眼圧さえ下げとけば、まあなんか悪くなりにくいらしいから、眼圧下げとけばいいよね。っていうふうに、なんていうかな。ざっくり治療してるっていうのが、
まあ、今の、まあ、日本だけじゃない、もうこれね、世界の現状なわけなんですよ。で、それ以外にも、例えば、まあ、血流を良くしてあげると、神経がダメージを受けにくいとか、神経を強くするようなお薬が、こういうのもあるんじゃないかとかって言われてるんですけれども、まあ、エビデンスとかっていう言い方するんですけど、その証拠が、まあ、ちょっと弱めだったりするんですよね。理由としては、それを調べるのって、結構大変なんですよ。神経が強くなった、弱いって、どうやって判断するのってことですよね。よく医者があなたの目を見て、いや、なんか神経弱いですよね、とか、言うんですけど、何をもって弱いかっていうと、めちゃくちゃ感覚です。なんかこれ弱そうだねっていう医者の感覚で言ってるので、ある医者が弱いと言えば、ある医者は弱くないって言ったりして、結構そこもね、雑というとなんですけども、全体としてふわっとしたような概念なんですよ。そういうこと言っちゃっていいのかちょっとわかんないんですけど、現実、そうなんで、ちょっとお伝えしておくと。なんで、神経が強い弱いを、客観的に綺麗に判断できるわけじゃない。もちろん今神経がダメージを受けてるかどうかっていうのは OCT とかで見れます。OCT っていうのは目の神経を断層撮影って言って細かく1ミリの1000分の1単位マイクロメーター単位で神経のところを見るんですよ。それでわかるのは今神経がダメージを受けてるかどうかです。じゃあ100ある神経のうち30ダメージ受けて70ぐらいですってなったとして弱いからダメージ受けたのか、眼圧が高くてダメージ受けたのか、血流が悪くてダメージ受けたのか、神経が本当に弱くてダメージ受けたのか、わかんないんですよ。正直言ってね。なんですけど、経過的にこんな感じかなっていうことで、弱い強いって、表現してるって思っていただけるといいかなっていうふうに思います。じゃあ結局、何にもわからないじゃないのっていうと、何にもわからないのも、半分本当で、半分嘘。つまり、分かってはいるけれども、それをあまり声高に言うと、なんか怪しい人っぽくなんですよ。つまり、医者っていう狭い世界でね、眼圧以外にもいろいろありますよってあんまり言うと、なんかあの医者やぶ医者っぽくないみたいな感じになっちゃうから、あんまりちょっと言いづらいっていう空気感っていうのが、あるわけですよ。どこの業界にもありますよね。だからこそ、僕も、あんまり眼圧以外のことは、積極的に言わないでおいたんです。ただ、いろいろこう私が動画を出していく中で、やっぱり患者さんの中でも、そこら辺にご理解を示してくださる方も多くて、だったら、そういうのを、正直に、ある程度、出していこうかなって言って、この動画を出していて、今後も、そこら辺の、ちょっとした諸問題を分かりやすく出していくと、そういうもんだなって分かっていただけると、より自分でできることっていうのははっきりしてくるかと思います。じゃあ、どういうふうにやればいいか。まず大前提として、現代確立されている医療を無視しないでください。だから目薬するだとか、手術するだとか、それはちゃんと受けましょう。まず、この前提を逃すと、話ややこしくなっちゃうので、結構、ちょっと怪しげなやっぱ先生の場合って、なんかこの目薬すると、なんとか療法で目薬すると神経が治ってくるんですとか、なんとか再生医療で良くなっちゃいますみたいな人って、そもそもの医療をかなり軽視してて、緑内障手術をしなきゃいけないと言われたのに、いいからうちの目薬で行きましょうとか、そんなんでやっちゃうんですよ。いや、手術って言われた時、そっちに逃げるのはまずやめましょうと。まず、やるべきことは全部やる。目薬するだ、手術するだ。そういうのはね、ちゃんとやる。その上で、サポートとして、いろんなことを追加でやっていくっていう概念を、やっぱ持っておかないといけないと思います。なぜかというと、あなたが神経が弱いタイプなのか、血流が弱いタイプなのか、それってわからないわけなんです。今、確実にそれを判別する方法というのはないです。なので、結果として、いいであろうことを、重ねていくことしかできないんですよね。例えば血流が良くなることをしたとして、あなたは血流関係ないかもしれない。関係ないかもしれないけど、それをやっていくと、関係ある人の群かもしれないから、やりましょうと。例えば、栄養が足りない方なのかもしれない。と言って栄養を取ってみると。でも実はあなたは栄養十分で、全然関係ないよって。可能性もあるんだけども、そういうことを積み重ねていくと、実は関係あるところがヒットして、ちょっとはいい方向に転んでいきますよと。こんな感じのイメージと思っていただけるといいかなっていうふうに思います。じゃあ、具体的にどういう栄養とか、どういう運動とか、そういうのは、もちろん今後もいろいろアップしていくんで、見ていただければと思いますが、眼圧を下げるっていうのはもちろん大切ですけど、
他もあなたはやれることもあるし、諦めなくていいと。ただし、現代の医療を、無視したりとか、それだけはちょっとやめてほしくて、なんか、漢方とか針があるからちょっと手術はやめたいんですけどっていうのはちょっとやめといた方がいいと思います。結構それで後々後悔する人よく見るので、ちょっとそこだけは頭に入れていただければと思います。まあ、こんな感じできっちりやってれば、なんとか、見える状態を保って いけるので、まあ、それを持って、まあ、治療に励んでいただければと思います。今後もアップしていくんで、まあ、ぜひチャンネル登録、ベルマークよろしくお願いします。